私はだってサブだから。サブだから。来ていただいて。お邪魔しております。お邪魔してない。あなたはもうメンバーだ。それはそう。竹チューブの。それはそう。あ、どうも。で、なんか今日は編集長から急に素朴な疑問。素朴な疑問。まあ、マスターズの水泳の試合とか、昨日たまたま見てたときに、自由形のレースを見てて、キャッチってそもそもどうなんだろうっていう疑問が湧いたわけ。そんなことに興味いたくなかった。こうね、キャッチするじゃない、はい、その時に、手首をこうやって曲げてキャッチする、最初に、っていうやり方と、最初からキャッチするときに肘からここをまっすぐのまま肘から曲げるっていうかっていうキャッチの仕方とあるかなと思ったのよね。それってどっちがどうメリットデメリットがあるとか、どういうふうに考えるのかなっていう理論をちょっとお尋ねしたい。お尋ねしたい、何急に。まあなんかこういう意識の人いるけど、ちょうどこの間なんかマスターズの何練習会の時にキャッチどうしたらいいんですかってちょうど聞かれて、でまあだから僕が考えてるのは、でなんかその女の子だったんだけど、しかも女が夫婦で、その奥さんの方がでなんかこうやってこうやってやってて、でこんなことやんないよっていう、だからその基本的になんだろう、まあそう後ろに押したいのはそうなんだけど、まあ後ろに確かにこう水を押して前に進もうとするっていうのはまあそう正しいとは思うんだけど、その前にやっぱフリーはある程度体を浮かせなきゃいけないっていうのもあると思ってて、こっからこうやってやったらもうさ、浮かせる力はほぼ働かないじゃない、まあ、しかもこうグッてやっちゃったらなんかその速度とこう抵抗になるような気もして、ここに水が当たるから、で基本的にはこの肘からというよりはこの面、ここ前腕から手のひらまでの面をなるべく押すというか、ここでキャッチするっていう、だからここからここがもう一体ですっていうような感じで水を、だ下方向に押して体を持ち上げつつ、そのままグッて後ろに押すっていう感じが一番理屈的にはいいんじゃないかなと僕は思ってるっていう感じ。まあ昔からよくあるこのハイエルボー問題ですよ。だからよく言われるけど、ハイエルボーはまあ目的じゃなくて手段なので、ハイエルボーになるから速いわけではなくて、その面としてこうなるべくキャッチしようと思ったら、結局このまあ後ろ向きの成分をまあ増したいという意味で、まあすごく単純に言うと、こっからもう一切肘曲げずにこうやって押すとするじゃない。そしたらまあ当然だけど、体から遠いんで、この手までの距離が、だすごいパワーが必要なんですよ、こうやって押し切ろうと思ったら。ただし、まあ、この場合は一応まあこの辺の角度からもうここから全部の面がこう押せるわけですよね、まあ、角度、結局これってこの、まあ、後ろに押すっていう意味だと、こうなった時にここからここまでの距離、まあ、投影の面積と、あとこうここからここまでの距離が遠いと、まあ、当然重く感じるんで、モーメントが大きくなると、でそれの割合というか兼ね合いだと思うんですけど、でだからこうやることはその別にマイナスではなくて、で男子のもうトップスプリンター50とかって誰もこんなことやってないんですよ。みんなもうこのままこうやってグッて帰って重いけど、結局効率が必要ない。50だったらもう疲れてもいいから、とにかく早く進むの、それが正解だから。50フリーだったら、だからもうしんどくても重く全部書きたいから、ダンスのトップスプリンターなんかはもうこのままほぼほぼこう、まあ多少は曲がるけど、もうこんなハイエルボーみたいな泳ぎは全くしてないのよ、誰も。だから効率を捨てて、とにかくパワー発揮、その推進力を大きくするって泳ぎが、まあいわゆるストレートアームっていう、それ水中のストレートアームのこと、まあ水中もだからもうこんなことやらずに、ハイエルボーやらずにもうこのまま書いちゃうっていうのが、で、ハイエルボーっていうのは結局、こうなる分ここの面は使えないけど、自分の体との距離は近くなるし、まあ、最初からグッてこう立てれるから、まあ、この地点の角度がさ、結局こうなるよりはこうなった方が、まあ、この面の角度はこう縦向くわけじゃん、こっちがに押すっていう考えると、今はハイエルボーで、だからこっから結局この腕のどんだけの面積がこっちに向けて捉えられるかっていうことを考えたときに、こう肘をピッて伸ばしてこう、まあ、結局これが投影面積じゃん、向こうに後ろに向けては、でこれと結局こうなってもほぼほぼこの距離はあんま変わんないわけ、これが垂直になるから、でその分
だから楽なのよ、こう体が近いから、うん、押しやすいよね。そうだから こうよりは、うんうん、だけど重いもんね。そう重いから、それよりはこっちの方がだから効率がいいだけなのよ、ハイエルボーって別に、うん、ストレートアラームで押すのが多分まっすぐ押しちゃうのが一番進むっていうかパワーにはなるけど、うん、ただもう持たない、その何十回も書くの多分、だから1振りとかはもう無理なんですよ、ほぼほぼ。だからみんなこうやって動く。で女子だともう これではほぼほぼ書ききれないんで、パワー的に、うん、で女子選手はこうやって書く人はあんまいないんですよ、うん、で池江ちゃんとかはもうスプリントでもこうやって書いてる、うん、だからその効率を良くするためのハイエルボーなんで、うん、ハイエルボーが別に目的じゃないし、男子の半振りとかだともう正解でもないんですよ多分。キャッチャーちょっといろいろ聞きたいことあるかそうなので、うん、まあ、そこをどっちを自分が取るかっていうことを考えるっていうか、でハイエルボーも昔はこうここから要は肩を内側にひねってこの状態でこうやってやれって言われてたのよ。なんか壊れそうだね肩。そうでもそうやって言われてたでしょ。だって親指側をこう内側にこうやってして小指を落とすなって言われてたと思うのよ、うん、だけど結局、まあ、こう向いてねこう肩こっちに内旋させてこうやって書いたら書くのと、ここからここの面積じゃない結局捉えられるのは。でこれを肩を外旋させて極端な話ね、ここからこうやって曲げても、うん、結局ここ同じなのよ捉えられる角度、うん、で人体の構造上ここ肩内旋させてこうやって挙上するとここがインピンジメントでこうぶつかりやすいのよすごく、うんうん、怪我も起こしやすいし、例えば、まあ、松本くんとか、うん、まあ、萩野くんとかあの辺のミドルのフリー速い人とか見てるともうこっちの時とかってもうみんなこうなってるんだよね、伸びてる。昔はこうやって我慢しろってすごい言われたのよ、小指を落とすなって、でこっから入ろうしろって言われたんだけど、もうこれってそもそもだからめちゃくちゃ柔軟性がないとできないし、筋力もすごい必要だから、もう僕は今の人たちというか別にこう凱旋して待っててもうこのままじゃなくても多少これでグッて抑えればで、こうやって肩を内旋させてこうストロークでキャッチで待ってる必要もないし、その地点でキャッチする必要もないだろうなと。で、まあ、僕は凱旋して肩前に出してここから肘曲げれば結局捉えられる面積はこうしようがこうしようが一緒なんで、肩に負担がかからないような姿勢を取った方がいいんだろうなと思って、今日はこれでいいの、うん、まだ他に聞いて、いやもちろんもちろん、まだまだ質問はたくさんありますし、たくさん皆さんからもたくさんの質問もあると思いますので、はい、じゃあそれはどしどし質問を募集します。はい、はい、今後は編集長も活躍していきますいや私はあくまでゲストはい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。